おはようございます。国際スタイリングカウンセラー協会の沢木優子です。着るを楽しみ、選ぶ力をつけて自己表現する、ファッションを楽しもう、アラカンスタイリストがお届けするファッション情報チャンネルです。当協会では何が似合う、手放す時期はいつ、体型の変化による着るものは、トレンドの取り入れ方、 TPO 別着こなしということをお伝えしています。今日はイネスの発売日ですね。ユニクロさんです。体型別にどんなアイテムを選べばいいかっていうのをお伝えしようかなと思っています。こちらに表記している体型別 X 型、I 型、A 型、V 型、もうこれ見ていただいた通りの体型です。 X はウエストがキュッと締まっている、バストもヒップも共にある体型。I 型はストーンとストレートな体型。A 型は下半身が上半身に比べて大きい体型。V 型は下半身に比べて上半身が大きい体型です。それぞれの体型を生かして物選びをしていただくことによって、無駄なお買い物がなくなるという提案をしています。もしご自分の体型が分かられない方は、こちらの説明欄に簡単にできるチャート体型別を貼っておきますので、お試しください。こちらのアウターリネンコットンジャケット、こちらの商品なんですが、これはツイルという編み方をしています。このツイルというのは綾織のことなんですね。綾織は縦糸と横糸を交互ではなく1回または2回飛ばして交差させた織り方なんです。なので生地が柔らかいという特徴があります。リネンなので少しシャリ感があるのですが、このツイル織を使うことによって柔らかさを出しているんですね。こういうオーソドックスなシンプルなジャケットがまずお似合いになるのは I 体型の方です。ストーンとした体型にしっくりくるというところですね。気をつけたいのはこの襟の部分です。この襟の部分、襟の大きさですね。大きさが、これはもう本当に特徴的に言うとオーソドックスな大きさ、襟の下半分の幅のことをラペルというんですが、これ標準サイズなので割とどんな方にでもお似合いになるジャケットだと思います。そして少しメンズライクに着たい方は、こういうジャケット、リネンのツイルジャケットっていうのはとっても肌なじみがいいです。柔らかな風合いが楽しめるリネンコットンツイル素材を使用している。襟フロント、袖は手縫い風ステッチになっているということで、これ半裏仕立てっていうのになっていて、夏のジャケットは全部裏地がついていなくって背中の半分だけついているという涼しいジャケットになっています。お似合いになるのは愛の方なんですが、着方次第ではいろんな体型の方にも応用ができるので、そんな着方の説明も今後していきたいなと思っています。お色もベージュ、サックス、そしてネイビーとかチェック柄なんていうのもあるので、イネスならではのフレンチシックですのチェック柄っていうのもあるのでいいかなと思います。変化球ですね。遊び心が試したい方はチェックっていうのもおすすめかと思います。コットンロングコートウールブレンドジャケット、こちらはですね、いろんな体型の方に合うようなデザインに作られているかと思います。コットンのロングコートなので、これから春先に向かって着こなしをしていただければいいかなと思います。フロントをオープンにして着る着こなしとか、あと X 体型の方はウエストをギュッと絞って着たらかっこいい着方になると思います。ドレスワンピースです。もうイネスというとワンピースっていうイメージがあるかなと思います。でこちらの04オープンカラーのワンピース、04素材なので柔らかめのワンピースですね。解禁襟になっているのですっきりと胸元を見せるタイプなので、これはウエストをぐっと絞っていただけると、このモデルさんが着ているように
太めのベルトでウエストをギュッと絞ってきていただけると X 体型の方にお似合いになります。そして割と、まあ、ウエストあまり絞らず着るというような感じでしたら A 体型の方で A ラインを作って着ていただけるのもかっこいいかなと思います。そして 3D スキッパーカラーワンピース、これは 3D ニットになっているので体型を少し拾ってしまうかと思いますが、このお写真だとそんなにぐーっと絞ってあるワンピースではないので、肌見せ、この襟部分の肌見せがすっきりと V 字になっているので、上半身が大きい方でも着られるかと思います。そして 3D なので肩のラインが強調していません。で、V ネックになっているので、こちらは上半身が大きい V ラインの方、そしてシフォンツイストプリーツワンピース、こちらはストーンと落ち感があるツイストワンピーなので A の方にお似合いになるかと思います。で、上半身が小さくても目立たないタイプだと思います。 3D ポインテールロングスカートランキング5位に入っていますね。ロングスカートなのでこの丈感も合わせて A ラインの方にお似合いになるかと思います。そして04タックスカート、こちらはタックが入っているので逆にストーンとしたアイの方がストーンとしたのをカバーしたい場合、下半身に変化をもたらせて下半身を大きく見せたい場合にこの04のタックが入っているものはいいかなというふうに思います。リネンコットンタックテーパードパンツ、これテーパードなので割と上にボリュームがあって下に行くことにつぼまっているパンツということで A の方、ヒップが割と大きくてもすっぽりヒップを隠してくれるタイプだと思います。そして裾に行くことによってつぼまっているのでポイントは足首見せです。一番細い部分はやはり首と名のつくところなので足首を見せてあげるっていうところがポイントかと思います。そして逆にストーンとした体型、アイ体型の方もヒップにボリュームを逆に持たせて裾をつぼまっているっていうところでストーンとした体型を生かしてボリューム感があってストレートに見せるっていうところでこちらのパンツは A 体型の方かアイ体型の方に着こなせると思います。 T シャツカットソーです。クルーネック、このクルーネックっていうのは横広がりになっているのでやっぱりお似合いになるのはアイ体型の方、ストンとしたアイ体型の方にお似合いになるかと思います。逆にボリューム感のあるバストにボリューム感のある方もサイズ感ですね、サイズをぴったりめにしなければ着られるカットソーだと思います。 A 体型の方で上半身にボリュームがない方はここにスカーフをアレンジしていただいたりすると目線が上に上がって塗装がきれいに着られると思います。シャツブラウスです。コットンスタンドカラーチュニック長袖、こちらランキング1位に入っていますね。で、これどんなタイプでも今ユニクロさん出していらっしゃいますよね。ユニクロ U でもこんなタイプのシャツを出していますがイネスらしいというとこの柔らかい感じなのかなと思います。こんな風にモデルさんが着ているようにフロントをインしてバックを出すような着方。アイの方はとてもお似合いになりますし、ネックを全部締めてしまうと窮屈な感じに見えないのがアイのいいところです。また A 体型の方も下にボリュームを持たせて着る感じでいただければ綺麗かなと思います。そして V 体型とか X 体型の方はこのボタンを外して着こなせば着れると思います。ニットカーディガン、リネンボートネックセーター、これもボートネックですね、ボートネックになっていていろんなタイプのものがありました。お気に入りランキング3位、 3D ポインテールセーター、セーターに網目模様で変化があるので上半身が小さい
A ラインの方には上半身に変化があるっていうところでお似合いになると思います。 3D ボーダーセーターです。こういうボーダーセーターは横に広がっているんですが、 3D でできていることによってそんなに横広がりに見えないデザインになっているかと思います。 A 体型の方におすすめです。または A 体型の方も上半身に変化があるので、すっきりとしたストレートパンツとかでスリムパンツみたいなの履いていただければ、上半身に目線が誘導されて A 体型の方にもお似合いになるかと思います。お気に入りランキングナンバー2、シアーコットンスタンドカラーシャツです。すっごく綺麗な、ね、ブルーです。他にもお色はたくさんありますが、フロントラインが少しシアー感があるんですね。透け感があるので、変化があるということで、上半身に目線が誘導されて、こう可愛らしいストレートラインができているので、フロントに。なので、A 体型の方、ストーンとボリューム感、落ち感のあるスカートなんかを履いて合わせていただけると、A 体型の方にお似合いになると思います。そしてシルクスタンドブラースシャツ、こちらもそうですね。A 体型、I 体型の方におすすめなシャツということです。逆に上半身にボリュームがある方は、やはりボタンを開けて着ていただければいいかなと思います。そして小物も可愛いですね。シルクプリントスカーフ、そしてコットンリネンストール。こちらのスカーフやストールは、やはり A 体型の方、I 体型の方にお似合いになるアイテムです。こう柔らかい素材でシルクだし、コットンのリネンだしっていうところで、巻き方、アレンジによっては、もちろん V 体型、X 体型の方にもお似合いになります。スカーフ、ストールスタイリストとしては、巻き方をまたお見せしたいなというふうに思っています。スカーフ、ストール、アレンジの動画もあるので、ぜひそちらも合わせてご覧になってください。あと、キャンバスのミニショルダー。ミニショルダーっていうのすごく流行ってますね。肩掛けのショルダーっていうのもとても流行っているので、こちらも実物の商品を見て上手に合わせていただければいいかなと思います。一緒に持つのもいいですね。このキャンバスボストンバッグとミニショルダーの2つ持ちっていうのもいいかなと思います。それでは私も今日ユニクロさんで実際の商品を見に行きたいなと思っていますが、この体型別でご提案っていうのが参考になれば幸いです。今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。よろしければいいねボタンとチャンネル登録もお待ちしています。